そう。アリスがお手上げの相手だものね。私がどうにかできるはずもなかったわけだ。でも、要は魔術でなければいいのよね。テムズの動力は魔力だけど、テムズのパンチは純粋な衝撃でしょ。当たりさえすればぺしゃんこじゃないの。残念だけど。あれ、基本は狼の姿なだけで、状況によって形を変えるわ。テムズの腕を受け止めた時は大猿みたいになっていたし、機関銃やロケットで狙ってもかわされるか、体の硬い生き物に変化して防ぐんじゃないかしら。地球上の生き物なら何にでも変われるってことか。でもまあ質量までは無理かな。基本は2メートル台の生物のいいとこ取りってあたりで勘弁してほしいわね。ねえ、すごく関係ないけど、深海の生き物に変わられたらちょっと怖いと思わない？で、その後はアリス、うまく逃げられたの？いいえ、私もあの狼にやられたわ。アリスが相手をした後、休む間もなく私のところに来たわけか。から昨日で決着をつけるつもりだったんだ、兄貴。姉妹かな。ここぞって時のタイミングは一緒だったの、忘れてた。切り札は見せたからには敵を殲滅しなくちゃいけない。姉貴は視点を残り2つにしておいて、自分の正体を告げてこっちの戦力を分けさせた。その時点で奥の手を投入してくることは覚悟してたけど、まさか人狼なんて極物とはね。それはそれとして、総十郎がアリスを助けに行くなんてね。感謝しなくちゃいけないんだろうけど、バカな真似してくれたわ。私が瞳子の立場なら、報復の可能性は一つ残らず排除する。私たちがどうにかなった後、猫の手首ひねるみたいに片付けられるわよ、あいつ。しずき君なら、こちらで保護してもらってるけど。風の吹き回し？アリスがあいつの世話を焼くなんて。だって放っておいたら青子が怒ると思って。いいけど。それじゃあ今ここにいるんだ、総十郎。姿が見えないけど、どうしたの？彼なら気分を悪くして倒れたわ。今は鋭利神父の寝室を借りているけど。何があったの、一体。それが彼、あなたを見て嘔吐したの。
いいけど、ひどい侮辱よね、それって。何よ、そんなにおかしい、アリス。さあ、どうかしらね。けど、しずきくんにも言い分はあるでしょう。今のあなた、とても見られたものじゃないわ。そっか、思い出した。あのガキ、まず私の首元に噛みついたんだっけ。すごかったわよ、首が噛み砕かれるのって。ゴキンって音が頭の中に響いて、気持ち悪いったらなかったわ。チッ、あそこから好き勝手やられたもんだから、つい忘れてた。視点は全部壊された。これで三崎氏の霊脈はフリーってわけね。全容を把握してるのはうちらだけの特権だったけど、トーコは昔から知ってる以上、解析の手間もいらないと。真剣な話、所有権の書き換えまで何時間かかると思う？トーコさんなら2日かからないでしょうね。視点の修復は土地そのものに任せるしかない。視点のプロテクトが治る頃にはこの町はもう彼女のものよ。明日の夜明けとともに破産する我が身とはね。それでアリスの方はどうなの？まだいける？思考魔術だけなら少しは。あとは小道具に頼ることになるでしょうね。ああ、お話にならないか。それでもやるんでしょ？まあね、私諦めるのってできないから。で、そういうアリスはどうなのよ？私は一度自分のものになったものは決して人には渡さない。オッケー、決まりね。じゃ、悪いけどもう少し休ませて。今晩までには何とか動けるようにするから。アリス？
アリス。なんで間に合ったのかしら。あの時もそう。私たち始発で帰ってきたのに。言いたくないなら別にいいけど。何がどうしたっていうのよ、アリス。どうでもいいことだけど、ユイカさんにはしずきくんは見えなかったそうよ、青子。そりゃまた珍しい。何しに来たの、あんた。アリスが客まで眠ったから礼拝堂にいたんだけど、人が集まりだしたんでこっちに逃げてきた。あ、礼拝の時間か。クリスマスだってのによくやるわ。それで別にどうってことないでしょ。探せば顔見知りもいるんじゃない。いや、ちょうどいい機会だから、いろいろと聞きたくなって。少し話をしていいかな。ああ、そうか。話なんてまだ無理だな。すまない、出直してくる。待ちなさいよ。話だけなら別に構わないわ。やる気持て余してるし、暇つぶしがてらに相手してあげるわよ。ま、退屈しのぎにしてはちょっとグレード下がるけど、この際贅沢言ってられないし。で、何が聞きたいの？
うん、やっぱり青崎は強いな。安心した。私の夢の話だから、そっちが気に病むことは。